シルク・ドゥ・ソレイユは、低い芸の大道芸人だったギーラ・リベルテが、1984年に、カナダのケベック州で設立したエンターテインメント集団、および、それを管理する会社の名称である。2020年6月29日、新型コロナウイルスによる影響を受け経営状況が悪化した。そのため、企業再建者調整法の適用を、ケベック最高裁判所に申請して、 事実上経営破綻し、会社構成を目指している。トラリ・オン・ウィーン・公演エン・ギー・ラ・リベルってカナダの殿堂、カナダ。エス・ウォーク・フェーム・教師シルク・ドゥ・ソレイユでは、複数のレジデント賞、ツアー賞を並行して行っており、独特のスタイルに基づいたそれらの賞はその、芸術性の高さから、多くの名声を集め世界中で、幅広い人気を博している。カナダのケベック州モントリウォールに、 国際本部が置かれている。ショーのスタイルには、サーカスの伝統様式を取り入れているが、演者としての人間を強調する、ヌーボーシルクと呼ばれるもので、動物を使った曲芸は行わない。大道芸、サーカス、オペラトロックの要素をふんだんに取り入れ、体を自在に曲げる軽技や、ジャグリング、力技、道家と空中ブランコなどがよく登場する。 彼らのショーに登場する衣装は非常に多彩でそして創造的であり、祝祭の雰囲気を醸し出している。衣装は外注だと満足できるものが作れないと考えているため、肌襦袢も含めた全ての衣装のデザインと染色と縫製は自社の専属スタッフが行っている。また、特に常設部隊では莫大な金額をつぎ込んで複雑な機構を持つ大規模なセットを組むことが多い。 シルク・ドゥ・ソレイユは、1984年に低い芸の、大道芸人だったギーラ・リベルテによって、カナダのケベック州において設立された。2003年から2007年に、ラスベガスのシーザーズ・パレスホテルで行われた、セリーヌ・デオンの常駐賞、ューでは、フランコ・ドラゴーヌがプロデュースし、シルク・ドゥ・ソレイユに着想を得たものである。シルク・ドゥ・ソレイユの芸術性や創造性の秘密、 安全面での取り組みと、シルク・ドゥ・ソレイユの内側を物語風に紹介した白い扉の向こう側ようこそシルク・ドゥ・ソレイユへが2007年2月にランダムハウス講談社から刊行されている。2010年4月にはマイケル・ジャクソンの音楽を題材としたミュージカルを制作すると HP 上で発表した。2011年12月から始まった。 マイケルのコンサートを模したショーの世界ツアー行った後、2012年から内容をよりミュージカル色の濃いプログラムに改編し、ラスベガスのマンダレーウェイホテルでレジデントショーとして公演する予定である。2012年11月9日にジェームズ・キャメロンがプロデューサーとして参加した映画シルク・ドゥ・ソレイユ 3D 彼方からの物語が公開された。 2013年2月14日にシルク・ドゥ・モンドと呼ばれる無料のサーカス教室をカナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、チリ、オーストラリア、南アフリカ、モンゴルを含む世界15カ国の貧困地域で現地の NGO、自治体、企業の協力で運営し、シルク・ドゥ・ソレイユのコーチから指導法を学んだ現地の人が、教育が行き届かず、 失業率も高い現実で将来を悲観したストリートチルドレンにサーカスを指導することで自分の無限の可能性を引き出して現実社会に役立てる人を育てる福祉活動をしていることが NHK 総合テレビの地球一番で紹介された。2013年6月29日にラスベガスの MGM グランドでカーの公演中に演者が落下し死亡する事故が発生。 シルク・ドゥ・ソレイユで初の死亡事故となった。2015年7月、株式の90%が買収され、カナダ政府が買収を認証。内訳は、アメリカの TPG キャピタルが60%、中国のまた星国債が20%、ケベック預金投資年金ファンドが10%であった。2015年11月9日、シルク・ドゥ・ソレイユは、 MSC クルーズとの長期的パートナーシップを結び、2017年に就航する新造船、MSC メラビリアにてほとんど毎晩ショーが開かれる予定になっている。また、2019年、2020年に同クラスの参戦が加わりそこでもシルク・ドゥ・ソレイユによるショーが公演される予定である。この新造船の劇場はシルク・ドゥ・ソレイユを誘致するために設計され、 ショーの内容も MSC クルーズ専用となっていて有料である。2020年新型コロナウイルスの感染が世界各地に拡大。ラスベガスをはじめ各地の公演がのきなみ中止に追い込まれた。同年3月19日、シルク・トゥ・ソレイユはダンサーを含めたスタッフ約4700人を一時解雇すると発表。同年6月29日、ケベック最高裁判所に 企業再建者調整法を適用するよう申請し、破産手続きを開始。TPG やまた星国債などが事業再生に必要な計3億ドルを負担する。劇団員3480人を解雇し、工業復活を目指すこととなった。2020年8月18日、カタリストキャピタルグループが経営権を取得し、再建に乗り出した。 2021年6月より公演を再開する。常設公演は2019年11月現在、2都市で8公演。アレグリア日本でのツアーショーは、フジテレビジョンが各地の系列局と共催する形で1992年から行われている。当初は公演ごとに協賛スポンサーが変わっていたが、2007年以後、ダイハツ工業が冠無協賛を続けている。 シルク・ドゥ・ソレイユには世界トップクラスの大道芸人、ダンサー、アスリート、美術家などが集まる。日本人も活躍している。カプリオール・カズ。ありがとうございます。